矢野目信号場は、福島県福島市北矢野目にある、東日本旅客鉄道東北本線及び、阿武熊急行線の信号場である。東北本線としては、東福島駅構内の扱いとなっている。正式な信号場ではないが、運転上重要な設備であるため、ダイアグラムや運転士が携帯する航路表には、信号場と同様に記載されている。 東北本線と阿武熊急行線の線路上の分解点でもある。なお、営業上の境界は福島駅で福島駅矢野目信号場間は JR 東日本と阿武熊急行の重複区間である。また、阿武熊急行線の列車も福島駅から東信号場までは JR 東日本仙台輸送指令の管理のもとに運行している。阿武急行開業前は 現在の矢野目信号場構内区間に踏切が存在していた。阿武隈急行開業のための矢野目信号場設置に伴い道路が線路下を潜る形にして踏切を廃止したが東北本線上り線の高架に小道橋が残っている。構内配線図福島駅より東福島駅方向に約四点六キロメートルにある信号場、東福島駅方より 阿武熊急行線が東北本線に合流する。校内配線図の通り、本信号場は複線分岐型の信号場である。上下線がそれぞれ分岐してから阿武熊急行線側が単線に収束する。東北本線の堀線は下り線から分岐した阿武熊急行線の線路の上を乗り越えているため、阿武熊急行線の列車によって支障されることはない。 上記のような配線のため、上り線の合流点は、下り線の分岐点よりも約300メートル福島駅寄りにある。ありがとうございます。